遊びます。すごい、すごい、キッチンがあるね。キッチンがあるからお菓子も作れるね。わあ、ピアノもある。ほんとだ、すごい、座れるところもある。キッチンに何があるんだろうね。ここは遊戯室だよ。ほんとだ、遊戯室では体を動かして思いっきり楽しめるんだよ。ほんとだ、すごい、すごい、屋上でサッカーをしたりボール遊びをして楽しかった。ホールでなんか天下とかをしててみんな明るく楽しかった。日本橋児童センター大好き。ここまっすぐ、ここ左、ここ右。日本橋児童センターに到着。皆さん、新しくなった日本橋児童センターはどうでしたか？ぜひ遊びに来てください。次は南大井児童センターです。